でありがとうございます。この列車は岡山駅を11時34分定刻に発車いたしました。特急塩ヶ瀬9号松山行きです。これから先止まります駅と到着時刻のご案内をいたします。次の停車駅は小島です。11時53分に着きます。宇多津12時7分丸亀12時16分多度津12時21分観音寺12時37分川越12時47分伊予三島12時52分新居浜13時9分伊予西町13時17分夕川13時26分今治13時39分終点松山には14時13分の到着です。続きまして車内のご案内をいたします。列車は5両で運転いたしております。前から1号車、2号車の順に一番後ろの車が5号車です。一番前の車、1号車の前より1番から6番席はグリーン車の指定席です。普通車指定席は1号車後ろより7番から10番席と2号車、1番後ろの車5号車です。自由席は3号車、4号車です。お手洗いは1号車の後ろよりと3号車、5号車の前よりにあります。1号車の後ろよりには冷たいお飲み物の提供ですが自動販売機がございます。どうぞご利用ください。車内は洗車禁煙です。お取りに行きますが、お手洗いも含めましてお煙草はご遠慮ください。ご案内いたします。乗務員は JR 西日本運転士はでした。車掌はいないです。ご自分でご案内させていただきます。次は小島です。11時53分に着きます。
車松山行き潮田線9号です。こちらを出ますと次は宇多津に止まります。まもなく発車をいたします。出入り口閉まりますと